東海オンライン豪雪、進行を担当しますメーテレアナウンサーの島津早苗です。この番組は地元で働くか地元以外で働くかをテーマに、メーテレとワンキャリアがタッグを組んでお送りする特別番組です。東海を代表する有名企業をはじめ、日本を代表する企業の社員の方に出演していただき、今のキャリアやそこに至るまでの決断についてお話しいただきます。このセッションのテーマは大解剖、成長を楽しむ若手のリアルです。若手社員が仕掛けたプロジェクトについて、若手ならではの葛藤も含めて話していただき、深掘りしていきます。そして今回私と一緒に企業の魅力やキャリアについて深掘りしていくコメンテーターの方をご紹介します。ワンキャリアのキャリアアドバイザー小林さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。ではお待たせいたしました、今回の出演企業の皆さんです。まずはアドビックス後藤浩二さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。簡単に自己紹介をお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました株式会社アドビックス人事総務部で新卒採用を担当しております後藤浩二と申します。よろしくお願いいたします。自分は入社2年目の社員になりまして、この後会社説明のパートを担当させていただきますので、皆さんにアドビックスの魅力をしっかりと伝えさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続いてはサイバーエージェント大久保康之さんです。はい、サイバーエージェントで人事をやっております大久保と申します。僕はですね、担当領域が、人事の中でも、今採用ですね、中途採用新卒採用関わらず、採用領域全般を見ております。で、僕はですね、今社会人として22年目を迎えまして、サイバーエージェントで長く広告領域だったりとか人事もやってまいりましたし、あとその中でいろんなキャリアについて触れる機会もありましたので、そういったお話も今日できればいいなというふうに思っております。はい、本日はよろしくお願いします。お話楽しみにしております。お願いします。最後は滝貞名古屋小出康弘さんです。よろしくお願いいたします。はい、滝貞名古屋で人事をやっております小出と言います。よろしくお願いいたします。今はですね、営業を20数年経験した後にですね、人事の方で新卒採用とそれから新入社員の研修の方をやっております。研修等でですね、いろんな若手のものにですね、営業する上での話とか、また学生さんに対してもですね、この会社の魅力を伝える、そんな毎日を送っております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今回の企画を見ていきましょう。3分ざっくり会社説明、うちの会社にメロメロ、先輩たちの選択、大解剖、成長を楽しむ若手のリアル、この4つのテーマでお話を伺っていきます。では最初のコーナーは3分ざっくり会社説明です。この名前の通り、1社につき3分で会社説明をしていただきます。会社の概要をざっくり掴んでいくコーナーです。では早速1社目です。アドビックスの後藤さん、準備はよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ではここからですね、株式会社アドビックスの会社説明をさせていただきます。まずはアドビックスと学生の皆さん聞いて知らない方も多いかなと思いますので、成り立ち含めて概要からお伝えさせていただきます。弊社は、皆さんがよく聞いたことのあるようなアイシンさん、デンソーさん、住友電工さん、トヨタ自動車さんのこの4社の合弁会社として2001年に誕生した、経歴を持っております。この4社ですね、ブレーキのプロに当たるんですけれども、この4社が、合体して世界で唯一のブレーキシステムサプライヤーとして世の中に価値を提供し続けております。また売上高、社員数についてのデータも載せさせていただいているんですけれども、数値について具体的に、覚えていただく必要はなくて、この後ですね、自動車業界電動化だとか自動化の波に対して将来性があるのはブレーキといったところがありますので、将来性があるよというところを覚えていただきたいなというふうに思います。では続いて製品紹介についてさせていただきます。ここで一番皆さんにお伝えさせていただきたいのは、車1台をですね、止めるのに必要なブレーキシステム全てを取り揃えているよというところになります。皆さんがイメージされるのはブレーキペダル、一番イメージされるかなと思うんですけれども、それ以外にもたくさん車止めるのに必要な製品はありますので、それら全てを取り揃えているのが我々の強みであります。では続いてシェアのところ、まず国内のところから見ますと、トップシェア、海外で見ると第5位というところになっております。
具体的に国内のところに焦点を当てていきますと、日本で生産される自動車の2台に1台というところで、皆さん知らない方も多いかな、アドビックスと聞いて知らない方も多いかなというふうに思うんですけれども、実は身近にアドビックスはあるんだよというところがこちらでお伝えしたいことになります。では続いて働く拠点についてご紹介させていただきます。まずは技術系の皆さんですね。左側に写真4つ載ってるかと思うんですけれども、基本的にこの4つ、本社愛知県刈谷市にあるんですけれども、ここの本社テクニカルセンター地区、あとは刈谷工場、半田工場、豊田市にある藤岡試験場テストコースですね。技術系の皆さんについては、愛知県内での勤務になります。また事務系の皆さんについては、この4つにプラスして全国に営業所がございますので、そこでの勤務も可能性としては挙げられます。また海外でも拠点を構えておりますので、グローバルに活躍するチャンスがアドビックスには、あります。では続いて会社制度、福利厚生ですね、紹介させていただきますと、毎日のまず働き方のところでいきますと、テレワークだとか、服装自由で働けるよといったところがあります。またフレックスタイムというものも導入しておりまして、毎日のですね働く時間を自分で自由に調整できるよといった制度も整っております。その他ですね、寮制度等も整っておりますので、遠方の方もですね気楽に働く環境が整っております。では最後にアドビックスの使命というところで一つメッセージを伝えさせていただきますと、交通事故死ゼロの社会を目指すというところを強く掲げております。交通事故に直結する、ブレーキというものを扱っておりますので、我々はこれを強く掲げて、一丸となって日々取り組みを行っております。では以上で会社説明は終了とさせていただきます。ありがとうございました。柔軟な働き方ができそうだなと感じました。小林さんはいかがでしたか？そうですね、やっぱりこうテレワークができたりだとか、はい、コアレスフレックスであったりとか、かなり働きやすい印象を受けたんですけど、実態って使うそういった制度使われてる感じですよね。そうですね、自分の周りの先輩社員とかを見ていても、はい、働き方自由に勤務されている方もいますし、実際に自分も本日は在宅で勤務をしてからここの収録に来ているというふうに思っております。時代ですね。時代ですね、ありがとうございます。で、僕はなんかお話聞いてて思ったんですけど、やっぱりなんかブレーキの凄さって冷静に考えたらすごいですよね。走れないですもんね、ブレーキなかったら危なくてね。そうですね、っていうのはすごいアホみたいな入りしちゃったんですけどでここから先自動運転であったりとか EV とかが普及されていくってなると、進化はするんだろうなっていうイメージはあるんですけど、これ具体的に何がどう変わっていくのかっていうイメージ持たれてない学生さん結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、そうですね、このあたりってどうやって変わっていく感じなんですか？そうですね、システムについてはなかなかここで難しいかなと思いますので、この後ご登壇いただく先輩社員のエピソードだとか、今後のイベントでしっかりと皆さんには伝えていきたいなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。世界に拠点を構える会社ということでしたが、そう思うとこう今見てくださっている就活生の皆さんにとってもかなり可能性が広がりそうですね。そうですよね、やっぱり海外で働くとか海外と働くっていったところを、お話しされる学生さん近年すごくまた戻ってきた印象ありますので、そういった学生さんも活躍できる環境なのかなというふうに思ったんですけれども、そのあたりいかがでしょうか？そうですね、学生さんとお話しする中でもやはり海外志向する学生さんが今増えていて、実際にアドビックスでは海外の拠点で働くこともできますし、国内でいながらも海外との拠点とやり取りするという働き方もありますので、グローバルに働くチャンスはあるかなというふうに感じております。魅力的ですね、では続いてサイバーエージェントの大久保さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。先ほども自己紹介しましたが、私の方からご説明させていただきます。ざっくりっていうことなんで、ちょっと我々事業ドメイン結構多岐にわたっているので、本当にざっくりになっちゃうと思いますが、このあたりをちょっと今日は持って帰っていただければもう OK かなと思ってます。で、我々がどんな会社なのかというところなんですが、テックカンパニーであるということをお話しさせていただいておりまして、あと環境面ですね、環境面でいうと決断経験が積める、でそういう環境の中で自走する人材が育つというのが我々の環境になっています。でもう一個がどんな考え方の会社なのかというところなんですけども、挑戦と安心という言葉、これがセットになっている会社であり、その中で中長期的な成長を目指せる環境であるというところになっています。はい、じゃあどんな会社なのか、21世紀を代表する会社を作るというのを、ビジョンに掲げさせていただいておりまして、で最近はですね、コロナ環境下の中で新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破するというパーパスを作らせていただきました。であらゆる産業をあらゆる産業のデジタルシフトに貢献するというのが我々の会社のやっていることになっています。はい、
二十四節気を代表するテックカンパニーを目指しているというのを覚えていただければなと思っています。で、右側にですね、インターネット広告事業とゲーム事業とメディア事業、3つの柱があるというふうに書いてますが、まあ、ここで売上を作り、利益を出して新しいドメインにチャレンジしているというような会社になっております。で、結果的にこれちょっと分かりにくいと思うんですけど、100社ぐらい子会社を抱えてまして、かなり多岐にわたった事業を展開しているというような会社になっています。はい。環境面、まあ、決断経験が積める環境であるということですね。自分で考えて、自分で決めて、自分でやりきるという経験ができる環境であるということをご理解いただければなと思ってます。まあ、ここの中で言うとですね、一番分かりやすいのが、挑戦した敗者にはセカンドチャンスをという言葉がある通りで、まあ、こういったことを推奨している会社になってます。で、ちょっと時間もないのでボンボンいくんですけど、はい、抜擢ですね。若手に抜擢機会を与えるというのがすごく我々の特徴的なところになってますので、まあ、次世代経営者であったりとか、子会社社長であったりとか、こういったところがかなり輩出されているようなところになっております。で、挑戦と安心はセット、もうこの言葉ですね。挑戦はさっき抜擢という言葉をお話しましたが、まあ、無責任に挑戦をさせるではなく、例えば福利厚生であったりとか、環境面であったりとか、そういったところもしっかりとサポートしているような会社になっております。で、キャリアもですね、自分で手を挙げて選んでいくことができるという環境、キャリアについての安心感というのも作っているような会社になっております。はい。結果的にたくさんの若手がですね、子会社社長になったりとか、あらゆる事業のドメインの中で、旗を振って20代からチャレンジをできているというような環境になっております。はい、以上になります。ありがとうございます。安心があるから挑戦できるということですね。はい。あとは小林さん、決断経験が積めるっていうワードが印象に残りました。そうですね、僕もよくサポートさせていただく際に、学生さんを意思決定機会みたいなところの数がやっぱり成長みたいなところとかなりこう相関関係あるよっていう話はよくさせていただくんですけど、まあ、めちゃくちゃありそうだなと思いながらお話を伺いさせていただきました。ちょっと私からご質問させていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、なんかパッて見た図がもうとんでもない事業の数だなと思って拝見させていただいたんですが、まあ、直近のゲストの発表とかでもアベマ TV が黒字化されていたりだとか、なんかどん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 成功するビジネスを生み出してるなっていうふうに思ってるんですね。はい。で、これなんでここまで新規事業を成功させられるんだろうっていうのがすごく気になってて、で、はい、ここが気になる学生さん多いのかなと思うんですけれども、お伺いしてもよろしいでしょうか。ですね、それで言うとですね、実は実態としてはこんなこと言うと夢も希望もないかもしれないですけど、この成功の裏にはたくさんの事業が潰れてきているというのがあるんですよね。うん。で、ただそこに対してとにかく張っていく、新しいテクノロジーが生まれたりとか、新しい事業が生まれてきた段階で僕らはどんどん人を張って、はい、でそこに対して投資をしていくということを繰り返しているので、うん、まあ、そこで蒔いた種が育ってきたものがちゃんと事業として成立しているという形になってます。なので単純にもう1個やって1個成立するなんてことは全くないので、うん、まあ、そこに対してチャレンジを繰り返しているというのが特徴かなというふうに思ってます。もう前者のカルチャーとしても挑戦というものがもう根付いているという感じなんですかね。はい。うん。で、ここ今サイバーエージェントさんに入るうまみとかってありますか、学生さんが。そうですね、まあ、外部にも発表してますけれども、代表が変わるタイミングが実は初めてやってきますので、はい、まあ、その時ってもうカオスが生まれるんですよね。うん。代表が変わるということはスペースもたくさん生まれますし、なので今すでに事業もたくさんあって、さっきお見せしたような形でですね、事業もたくさんあって、そこに対してもチャンスはあるんですけど、まあ、そのタイミングでより生まれてくるので、今ご覧いただいているような方々が入社してくるタイミングですごくカオスが生まれると思ってます。うん。第二創業期。うん。そのタイミングでチャレンジしていただくような機会掴んでいただけるかなというふうに思ってます。聞きながらワクワクしている学生の方も多いのではないでしょうか。では続いてです。滝貞名古屋の小出さん、お願いいたします。滝貞名古屋株式会社です。私どもですね、世界を舞台に、このファッションの業界で、生地とそれから洋服を作る仕事をやっております。創業は1864年、もうすぐ160年を迎えるというそういう会社になっております。創業者は滝貞助という方がですね、新しく家を起こして、この方の名前からですね、滝貞という屋号を使って会社を企業経営をしています。2度の大戦を経てですね、今はこのビルがですね、当社の建物として建っております。当社の企業理念は信用第一というふうに謳っております。この会社はですね、非常に多くのキャラクターが存在しておりますが、皆が必ず大事にする言葉がこの信用第一です。商売をする上においては一番に大事にしなければならないと。
当社の社員にはですね、ミッションが掲げられております。唯一無二の価値創造というふうに謳っております。その唯一無二の価値を作るためにはですね、変化と挑戦を続けて、多様な未来を実現を目指すんだということをやっております。この会社は洋服を作るための生地、これをテキスタイルと言いますが、このテキスタイルとそれからアパレルメーカーさんの洋服を作る、その洋服を作る仕事をやっております。この2つを主軸にしております。ヨーロッパ等々からですね、情報を捉え、現地に向いてですね、実際に物を買い、物を見て、それから日本のマーケットにどうやって合わせていくのか、こういったことを若いうちから皆がやって、発言をして、企画をして、物を作って、チャレンジしながら商売をやっております。このテキスタイルと洋服というのはですね、もちろんお客様、アパレルメーカーさんからこういった商品を作ってほしいと言われてやる仕事も当然ありますが、多くは自分たちが企画をして、それを世の中に出していくということをメインにしております。ここにおいてですね、変化と挑戦は避けて通れないというふうになります。採用キャッチコピーは流行を仕掛ける人になろうというふうに謳っております。この言葉にピンときた方はぜひ当社の門を叩いていただきたいと思います。現在海外子会社は5つの拠点を持って仕事をやっております。幅広いネットワークでですね、商品を作り、国内のみならずですね、海外で作ったものも海外で売るといったことを目指してやっております。また SDGs の時代ですから、再生羊毛であったりですね、あるいは畑の、いわゆるメロンの皮から染料を取って物を染めるとか、いろんな活動をやっております。またデジタルの時代でもあります。こういった生地を取り込んでですね、洋服を作るといったような、そういった試みもやっております。映像で見せるということですね。こういった夢のある仕事にですね、ぜひトライしていただきたいというふうに日々思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。長い歴史のある会社ですが、流行を仕掛けるというキーワードは印象に残りますね。そうですね、これ仕掛けられるのもまさにテキスタイルとアパレル両面やられているからこそなのかなと思っております。1点学生さんにお伝えしたいのが、先ほどサステナブルっていうところのキーワード出てきたかなと思います。ものづくりであったりメーカーさん志望の学生さん絶対押さえてください、こちらのキーワード。近年だと非常にこちらですね、海外も日本も問わずですね、すごく重要な言葉になってきてますので、なぜこれが重要なのかっていうところはご自身調べながら理解深めていただければなと思います。でちょっと1点私からご質問させていただければと思うんですが、このテキスタイルとアパレル、この両方を自社でできるからこその、滝沢名古屋さん の醍醐味みたいなところってどんなところにあるのでしょうか。当社はですね、B2B の仕事になります。自らが店舗を構えているわけではなくて、アパレルメーカーさんに生地を販売したり、あるいはその洋服を作る、その、受けて依頼を受けて納めるという仕事をやっております。ただそこに向かってですね、自分たちが企画した生地をアパレルさんに向かって販売をしていきます。ですから来年のシーズン、例えば来年の春夏、あるいは今度の秋冬に向かってどういった洋服が流行ってくるんだろうと、でそこに向かってじゃあどういう生地を企画すべきなんだろうか、ヨーロッパではこういったものが出てきている、じゃあそれを日本に置き換えた時に、肌の色も背格好も違いますので、この日本のマーケットにどう落とし込んでやっていくかということを考えてものづくりをします。で一方で後で登壇する江山という社員ですが、彼はどちらかというとそのインポートですね、欧州の生地をこちらにインポートして日本のマーケットで広めるという仕事をやっています。そういった幅広い仕事もやっていますので、でもそれも何を持ってきてっていう目利きができなければいけませんので、そういったところが仕事の醍醐味なんだろうなと思います。はい、ありがとうございます。物を見極める力であったり、先を読む力が必要になる会社なんだろうなと感じました。ここまで3分ざっくり会社説明でした。ここからはメーテレの合言葉メーロメロとのコラボ企画、うちの会社にメーロメロのコーナーです。自社の推しポイント、つまりメロメロなポイントをそれぞれ3点、出演社員の皆様の独断と偏見で選んでいただき紹介してもらいます。さあここからはメンバーが少し変わります。アドビックスさんは角田拓郎さん、
滝貞名古屋さんは江山元樹さんにご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。では簡単に自己紹介をお願いします。株式会社アドビックスで設計担当をしております角田と申します。入社は2018年で現在7年目になります。入社以降は愛知県の刈谷市の本社でディスクブレーキの設計を担当しております。本日はブレーキ設計の魅力について少しでも皆さんにお伝えしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。お願いいたします。では江山さんお願いします。はい、滝貞名古屋の、今紳士服事部傘下というところに所属しています江山と申します。私は2013年、入社で今12年目です。入社してからずっと営業をやってます。はい、はい、よろしくお願いします。それでは各社のメロメロなポイントについて回答してもらいます。滝貞名古屋の江山さんが選ぶメロメロなポイント一つ目教えてください。はい、一つ目はスーツはオダしか着ないということです。お、はい、まあ、あの社内で、はい、オーダースーツを、格安でオーダーできるっていう、まあ、福利厚生みたいなものがありまして、はい、まあ、自分のサイズに合ったやつが格安で買えるっていうので結構うちの社員はオーダースーツ着てます。格安っていうのはどれぐらい？ちょっと言いづらいんですけど、まあ、かなり言いづらいぐらいお安いっていうことですね。はいはい、滝貞名古屋ならではですね。ならではです。2つ目なんでしょうか？はい、アウトドアフェスにメロメロっていう、はい、です。楽しそうですね。これはあの新規事業の一環で国内最大級 の、 あのアウトドア展示会に、弊社として出展した時の写真です。うーん、あのエンドユーザーの方々と触れ合える機会ないので、まあ、こういうところで喋ったりとか、まあ、大好きなデザイナーさんも一緒に出展されているので、まあ、そこで友達になって、まあ、半分営業もできますし、うん、ここでつながりも増えてっていうことなんですね。はい、こういった接点の持ち方っていいですね、小林さん。そうですね、やっぱりエンドユーザーの声を聞く機会ってやっぱりなかなかこうないですよね。はい、なので、まあ、こういった機会に行きながら、ユーザーさんの声聞いてもそれをビジネスに生かしていくっていうと、はい、いいサイクルになっていくのかなと思います。やりがいにもつながるかもしれませんね。はい、うん、3つ目のポイントは何ですか？はい、本場イタリアに舌包みですね。これは何の様子ですか？これあの私仕事が今あの欧州をメインとした仕事をしてまして、はい、年に数回ヨーロッパに出張に行くんですけども、まあ、あの展示会で無料で食べれる、まあ、ビュッフェみたいなのがあったりとか、まあ、現地のやっぱり美味しいイタリアンっていうのがあの一つあの自分の中で楽しみというかあのご褒美かなという感じです。いや、小林さんちょっと転職もいいななんて思ってしまいました。そうですね、まあ、出張なのでお仕事もありながらですが、はい、でもこれを年に3回とか4回とかですね。そうですね、はい、それをいいですよね。やっぱりいろんな国に行ってこう文化に触れて、うん、そこで吸収した目で物を選ぶっていうことなんですかね。はい、うん、羨ましいつい本音が出てしまいました。失礼いたしました。視聴者のような気分で見てしまいました。はい、ありがとうございます。続いてサイバーエージェントの大久保さん、メロメロなポイント教えてください。はい、1個目はですね、スポーツ観戦デイで熱狂シェアというふうに書いてますが、これはあの写真見ていただくと、これあの今 J1 にですね、あの町田ゼルビアというチームが昇格しまして今年から頑張ってるんですけど、あの今あの絶賛1位でやらせていただいてますけれども、あのこういったところにあの今年はですね、あの国立競技場にもあの試合あの組んでまして、そこに対してあのみんなでこう応援しに行ったりとかで、先日もですね、町田ゼルビアのスタジアムに300人ぐらいであの社員で応援しに行ったりって、でそれを応援するとでお酒を飲んで300人でも社員のかなり一部、はい、そうです、超一部ですね。はい、小林さん規模が違いますね。そうですね、300人で参加、はい、絶対楽しいですねこれ。で今あのダンスチームとかもあるので、ダンスの、あの、はい、まあ、あのみんなで見に行ってダンスを観戦したりとかもやってます。はい、2つ目のポイントは何でしょうか？はい、2つ目はですね、全社表彰で社員への光当てというところなんですね。はい、でちょっとこれ見ていただいてですね、あの半期に一度ですね、あのもちろんあの事業部ごとに毎月であの表彰はしてるんですけど、あの前社はあの半年に1回やってるという感じなんですが、アカデミー形式を取ってまして、あの本当にレッドカーペット引いてですね、あの選ばれた人たちがあの貸し衣装をちゃんと着てパリッと
で、その人たちが呼んだ人たちで会場数百人集めて、でかつオンライン配信もしていて、同時視聴で2000人ぐらい見たりするんですけど、まあ、そこで半年間もう本当に頑張った人たちを表彰してみんなで喜ぶというようなカルチャーを持っている会社です。頑張ったことに対して光が当たるのはいいですね、うん、そうですね。でさっきスライドの中にもありましたけど、このクリエイティブの作り込みとかもすごく力入れていらっしゃいますね、はいはい、やっぱり演出がすごく大事だなというふうには思っているので、はい、もう徹底的にやります、はい、何事にも全力だということです、はい、3つ目のメロメロなポイントは何ですか。はい、社内 の部活制度でサークルというものを作ってるんですけど、うん、社内 です、ね、部活制度かなり活発に動いてまして、まあ、さっきお話ししたダンスに絡んでダンス部だったり、これ僕が作ったんですけど、もともとダンス部だったりとか、あとはその麻雀部であったりとか、これ社長が麻雀大好きなので、社長も参加してやるような麻雀部であったりとか、そういった部活がですねかなり盛り上がってまして、結構社員の数とか事業部が横断しているような状況にもなってきたので、それを横断して社内で交流するためにも、そういったものに会社としても少しお金を出しながらやっているというような会社でございます。会社の中でも交流が盛んなんだなということがよく分かりました、うん、はい、ありがとうございます。では続いてです、アドビックスの角田さんお願いします。はい、一つ目は駅伝大会ですね、これは愛知県の蒲郡市にあるラグーナ蒲郡という商業施設を貸し切って、グループ会社全体で行われる大型イベントです。で、部門によるんですけれども、一我々が参加した部門でいうと全体で300チームぐらい参加していて、私の部署からは2チームですね、 A チーム B チームっていう形で出場していました。で、 A チームは全体で10位で、 B チームは165位という結果で帰ってきましたけれども、私ここ参加してなかったので来年は参加したいなというふうに思ってます。なんかすがすがしい表情ですね、皆さん。2つ目のポイントなんでしょう。はい、ボーリング大会ですね、はい、室で行われるボーリング大会なんですけども、皆さんと業務が終わった後にボーリング場に行って、ボーリングをしました。で、豪華景品もあるような、イベントで、1位の人にはその時はお酒です、ね、はい、お酒をプレゼントされるという形でしたね、はい、3つ目のメロメロなポイントは何ですか。はい、忘年会ですね、部全体で、行われた忘年会なんですけども、我々の部全部で90名くらいいるんですけど、まあ、この時は参加者50人くらいで、この時もイベントをいろいろ企画されてまして、ビンゴ大会だったり、バンドの演奏だったり、あとピンポン玉でリレーをするみたいな、スプーンに乗せてリレーをするみたいなイベントが開催されて、これもビンゴの景品とかは豪華だったので、とても大盛り上がりでした。駅伝にボーリング大会に忘年会などもちゃんとあって、こう新入社員として入っても馴染むのに時間がかからなそうですね。そうですね、本当に知らない部署を超えた先輩であったりだとか、うん、まあ、同じ仕事をしてないけど同じ部署だけど違う仕事をしている方とのコミュニケーションの機会みたいなところってやっぱりあるのとないので全然仕事のやりやすさとか変わってくるので、こういったイベントがあるのはすごく魅力的だなと思っております。角田さんのご経験でこうぐっと距離が縮まったなっていうのは何でしたか。ボーリングですかね、やっぱりハイタッチとか実際に物理的に、接触する機会があるので、うん、まあ、普段業務で関わらない人とも親密な関係築けて業務でもこう喋りやすくなったりっていうのはありましたね、うん、ありがとうございます。それでは最後に皆さんで決め台詞をお願いいたします。いきます、せーの、メロメロ。ここまでうちの会社にメロメロのコーナーでした。では続いてのコーナーです。続いては先輩たちの選択です。就職活動時にどんな決断をして今のキャリアに至るのか、社員の皆さんにご自身の就職活動を振り返ってもらいながらお話しいただきます。今回は皆さんのお手元にフリップボードを用意していますので、そちらに書いていただきます。記入していただくのは就活時に企業選びで大事にしていたこと、そして今の会社への入社の決め手、この2つです。さあ皆さんご記入ください。この先輩たちの選択、
番組のタイトルにも入っていますけれども、小林さん、就活生の皆さんにはどんな目線で見てもらえればいいでしょうか。はい、ありがとうございます。ぜひですね、こちらお話を聞いてですね、これからお話しいただく社員さんの中からご自身のロールモデルになりそうな方探していただけたらなと思います。今たくさんのこうお話して、うわすごい仕事ができる人たちいっぱいだって思っている方多いのかなって思うんですけど、まあ、皆さん最初は1年目でございますので、その時に何を考えていたのか、そしてどう意思決定していたのかみたいなところをですね、聞いて、自分に近いもの、自分はこれ真似しようかなみたいなところを見つけていただければと思っております。はい、それでは皆さん書いていただいたようですので教えてもらいましょう。まずは企業選びで大事にしていたことです。では一斉に挙げていただきます。企業選びで大事にしていたことお願いします。ドン。ほう、なるほど、それぞれ書いていただきました。ではサイバーエージェントの大久保さんから詳しく教えてもらえますか。はい、僕はですね、明らかに伸びる事業領域とチャレンジできるスペースって書いたんです。これ同じ意味なんですけど、はい、たくさん会社を見た中で選ぼうと思った時に、やっぱり自分がどれだけ、要は旗を振ってチャレンジできるかっていうことをすごく意識した時に、一番とにかく事業が伸びるところ、伸びるところはスペースがどんどん生まれるので、そこに対してチャレンジをしてみたいなというのが最終的な選んでいるポイントでした。はい、だということです。小林さん、はい、ありがとうございます。当時のサイバーエージェントって、規模感ありつつもやっぱりまだまだでも大変失礼ですけれども、ベンチャー企業じゃないですか。はい、で今ご覧いただいている学生さん、ベンチャー企業気になるけどちょっと怖いなって思う学生さんもいらっしゃるのかなと思うんですけど、ここの一歩踏み切れたのってどういったところからになってくるんですか。そうですね、この後の話にもちょっとつながってくるかもしれないですけど、はい、やっぱり一緒に働くとか、その環境にいる人たちがすごくその未来に対してワクワクしているということ、なんかここがやっぱりもう後押しになって、こんなにワクワクしてるんだったらその環境の中でやると自分もそうできるんじゃないかなと思ったのが後押しにはなったかなと思います。なるほど、ありがとうございます。こんな人になりたいとか、はい、こんな人たちと働いてみたいっていうのが大事なのかもしれない。そうですね、やっぱり就職活動って僕はよくロジック9割の、エモ1割みたいな形で話をするんですけど、やっぱりこの1割のエモってすごく重要だなと思っていて、この人がいいとか、ここで頑張りたいみたいなとこ、ワクワクするものあれば最後そこが決め手になったりとかもするので、ぜひ9割のロジックも大事にしていきながら、そういった感情も大事にしてもらえればと思います。エモって何？エモーショナル。エモーショナルのエモでございます。直感のようなものということですね。はい、ありがとうございます。では続いて滝貞名古屋の江山さん、はい、お願いします。衣食住とライフプランって書いてます。はい、衣食住っていうのは、生活の基本的要件で、なくならない仕事っていうのをまず、自分の中で軸として選んで、あとは滝貞名古屋は名古屋をベースにしているので、出張、転勤も少なくて、将来設計が立てやすいっていうのが、一つです。はい。小林さん、最近の学生は安定を求めるっていう方もかなり多いようですね。そうですね、やっぱり転勤であったりだとか、はい、あとは長いこと働けるみたいなところを求める学生さんはすごく増えていらっしゃるなと思います。はい、でなんかその時って結構受ける企業の選択肢っていうものが、はい、たくさんこの軸だとあるのかなと思うんですね。なくならない仕事、例えばインフラ系の企業さんであったりだとか、っていう中で滝貞名古屋さんになんか惹かれた理由とかってどのあたりにありました。私は名古屋出身でして、両親も知ってる会社だったっていうのも一つ大きいですかね。はい、やっぱりご両親だったり身近な人たちが知っている会社だと安心感ありますよね。かもしれませんね。では続いてアドビックスの角田さんに伺います。お願いします。はい、さまざまな完成車メーカーさんと関われると書きました。はい、国内メーカーはもちろんなんですけれども、海外の完成車メーカーさんともやり取りがありますので、それぞれ、いろんなところに影響、自分の影響を与えられるという意味で、就職活動をしてまいりました。でまた海外で活躍できる場があるというところでも軸を置いてまして、部品メーカー、特に部品メーカーですね、探しておりました。自分たちが関わっている部品が使われている喜びってひとしおでしょうね。そうですね、やっぱり自分がこう作ったものが
いろんなところで使われているっていうのは、うん、もうここでしかできないやりがいなのかなって思っているのと、あと完成し確かにブレーキであれば特定のメーカーさんじゃないですもんね。そうですね、いろんな自分があの車興味あるな、ここもあるなみたいなところを全てに対してあの関わることができるっていうのはすごく魅力的な部分なのかなと思ってお伺いさせていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では2つ目のテーマに参ります。皆さん一旦フリップを横に置いていただいて、続いては入社の決め手について伺います。入社の決め手ってなかなか自分で探して考えていくって難しいところなのかなと思ってて、ね、やっぱり先輩たちがどういう考えをしたのか、先輩たちはどういう決め手で選んだのかっていうところのストックがないと、うん、やっぱりなかなか自分はどうしようかなっていうところ動けないかなと思いますので、ぜひ先輩たちの内容みたいなところを見て参考にしていただければなと思います。小林さんは何が入社の決め手でしたか？いろいろとあったんですけれども、最終的にはスキル、身につくスキルって言ったところと、あとは僕もともとリクルートに最初入ったんですけど、もう会う人会う人みんなすごく惹かれていたので、僕はそこの人っていうところとあのスキルの2点で選びました。なるほど、はい、では皆さん書いていただいたようです。一斉にフリップを上げていただきましょう。お願いします。おー、三者三様書いていただきました。ではサイバーエージェントの大久保さんから聞かせてください。はい、人あのこれ見えてますか？ちょっと見えます。シンプルすぎて見えない人です。もうこれですね、あの、うん、さっきもお話しした、まあ、あの会社を選ぶ時の軸みたいなものはいくつか多分みんな持ってると思うんですけど、まあ、そこを、まあ、さっきあのおっしゃいましたけどロジカルに考えて、もう最後はもう人ですよね、うん、あの結局あのやることも変わるだろうし、なんだったらその会社自体が大きく方向転換して何かやることが変わるかもしれないので、まあ、その中でやっぱり自分が信じられるものってそこにいる人たちだと思うんですよね、うん、この人たちと一緒に仕事をしたいとか、この人たちと肩組んで成果を出したいとか、もうそう思えるかどうかっていう、これ結構エモに近いと思うんですけどね、うん、はい、エモですね、はい、なので最後もそこでしたね、もう完全に、うん、なんかこうちょっとグッとくるものもあったんですけど、そうですね、はい、これ実際にじゃあサイバーエージェントさんに今いらっしゃる人たちってどんな人が多いんですか？うん、はい、で僕らあのよく言ってるのが素直でいい人っていうのをよく言ってるんですけど、でも僕あのよくあの自分では言うのは肩組んでいける人、うん、だからよく自分の周りにいる人たちでこの人とだったらなんかやりたいなって思う人っているじゃないですか、はい、肩組んで やりたい、前向きに進んでいきたい、サポートしたいとか、はい、単純になんか言うこと聞いてくれるとかそういうことじゃなくて、なんか前向きに高い壁に一緒にこう立ち向かえそうだなって思う人っていいなと思うんですね、うんうん、なんかそういう人たちですかね。なるほど、はい、辛いところもあれば、はい、まあ、あの嬉しいところもあるし、はい、そこを肩を組んで、まあ、一緒に経験できるような人たちっていうところですかね、はい、なんか福利厚生とか待遇の面を見る冷静な目と、うん、こういう人がいいなとか、そういう直感の部分も大事にしていっていいのかもしれませんね、うん、はい、ありがとうございました、はい、では続いて滝貞名古屋の江山さん聞かせてください。はい、アットホームと書きました、うん、まあ、あの滝貞名古屋って名前の通りすごくこう老舗感が出てて、あの堅苦しいのかなっていうふうに思ってたんですけども、あの社員は全員結構熱くて、であとは結構フレンドリーなところもあるので、まあ、そこがあのこんだけ歴史があるのに、社員はこんだけ熱意あるんだなっていうので、入社の、まあ、一つのポイントかなという、うん、それってあの入社の段階で、あ、この会社ってアットホームだなっていうのを何か感じていたっていうことなんですか？あ、そうですね、入社した後の話なんですけど、入社した後にまあ、うちの会社ちょっと独特なんですけども、そこからあの各課に配属される間、自分たちで各課の課長さんにこうアピールして入れてくださいっていうようなちょっとシステムがあって、でそこで、まあ会員も結構その若手興味あるので、そこでこう仲良くなるっていう場があるので、そこがあの他とは違うかなと思います。小林さんいかがでしょうか？はい、ありがとうございます。自分で自分をプレゼンするってなんかすごくいいですね、なんかまさに営業の一歩目って言ったところですよね、はい、うん、ちなみになんかどういったところの課に最初プレゼンしに行かれたんですか？あの私は、ずっとこの今私が所属している部隊に入りたかったので、ずっとそこにあの、アピールしたりとか、うんうん、偉いさんに喋りに行ったりとか。はい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 、どういったところにそこの魅力ってあったんでしょうか？そうですね、まあ、
会社としてもかなり、トップの舞台だったっていうのもあるんですけども、うん、やっぱりその社員、先輩方の熱意が非常にある方が多かったので、まあ、そこで自分はそこに入りたいなって決めました、うん、ちょっと大久保さんと江山さんで通ずる部分も、ね、そうですね、熱い部分で、はい、では最後にアドビックスの角田さん教えてください、はい、大きな責任を持って仕事ができると書きました。自動車は先ほど紹介ありましたように、我々、アドビックスのブレーキは2台に1台ですね、国内で2台に1台使われているというところもありますし、人の命を守るのに直結する部品だと思ってますので、一人一人責任を持って、仕事をしている、そんなところが魅力に感じましたね、うん、はい、大きな責任を持ってというところに、まあ、決め手を言い出したところがすごいなと思いますけどね、うん、はい、いかがでしたか。そうですね、やっぱりもう本当に大きな責任ですよね、このブレーキのシステムというところって、はい、もう僕一番最初アホみたいなことを言いましたけど、あのブレーキがないと車走れないよみたいな、ね、っていうところがあると、その当たり前を作るっていうのは、まあ、皆さんなかなか普段は思い出さなかったりとか意識しないところかもしれないですけど、非常に重要なポイントかなと思っております。でこれ先ほどお伺いさせていただいたところとちょっと被ってくるかなって思うんですけど、この大きな責任みたいなところって、はいはい、まあ、今ってガソリン車が走ってるじゃないですか、はい、そこから電気自動車であったりだとか、自動運転とかになってくると、まあ、どういったところ変わっていったりとかってされるんですか。今後やっぱり自動運転だとか電気自動車っていうのは普及していく中で、はい、やっぱりEPB っていう電動パーキングブレーキという、はいはいはい、スイッチを押して駐車ブレーキをかけるようなシステムがあるんですけど、はい、そういったシステム必ず必要不可欠になってきますので、そういった開発を我々はしていかなきゃいけないと今もしているところですけど、これこの後アップデートしていくと、はいはいはい、段階ですね。まだまだ進化されていく形ですね。そうですね、はい、1人当たりの裁量もどうなんですか。仕事の中で結構大きかったりするんですかね。そうですね、まあ、そうですね、それぞれ忙しさはそれぞれによって変わってはくるんですけども、うん、まあ、設計部署はやっぱり一番忙しさはあるのかなと思います、はい、ありがとうございます。ここまで先輩たちの選択のコーナーでした。次のコーナーはこちらです。大解剖、成長を楽しむ若手のリアルです。このコーナーでは若手社員が仕掛けたチャレンジングなプロジェクトについて具体的な事例を紹介してもらいます。小林さん、入社後のイメージに皆さんにはつなげていただきたいですね。そうですね、やっぱりこう入ってからミスマッチを起こしちゃったっていうのが就活の一番怖いところだったりとかもするので、やっぱこの夏のタイミングから動いてる方たちはもうぜひ個別具体の情報にアクセスしていただくっていうところを強く強く推奨しておりますので、まあ、いろんなお話聞いていただければと思います、はい、皆さんには事前に事例をスライドにまとめてもらっています。ではアドビックスの角田さんからお願いいたします。はい、まず私のアドビックスでの役割なんですが、世界トップクラスの安全安心快適なディスクブレーキの設計をしております。ディスクブレーキとはキャリパー、ディスク、パッドで構成されていて、タイヤとともに回転するディスクにキャリパーで両側からパッドを押し付けることで制動力を発生させて車を止めています。アドビックスはこの3点セットですね、を開発生産するサプライヤーとなっています。で下に設計フローを書いてございますが、ブレーキ仕様をまず決定した後に目標が達成できるまで製品設計と評価を繰り返しております。でその中でもブレーキを踏んだ時に出る異音、ブレーキ鳴きと呼んでますが、この大きな鳴きの発生はお客様に迷惑をかけてしまうので、この確認性能確認を私は行っております。はい、で担当した業務なんですが、アルファードとベルファイアのリアのディスクブレーキ設計を担当しております。で今自ら設計したディスクブレーキが人気の新型車に搭載されて好評いただいております。でお客様のニーズに応えるブレーキ泣き性能を達成するために何度も設計と評価の PDCA サイクルを回しております。苦労したこともあったんですが、当社ブレーキシステムサプライヤーなので豊富な知見、知識、経験を持った人がたくさんいます。なのでそういった先輩だったり過去の知見をですね、参考にしながら設計をやりきりました。で最後やりがい3つ紹介しますが、これから世に送り出す車両のブレーキ開発というのを若手の頃から積極的に任せられるかなと思います。で2つ目が自ら設計した開発車両を自ら運転してですね、完成車を確認できると。で最後3つ目が自ら設計したブレーキが搭載された車が市場で走っているところを見るのがやりがいかなというふうに思っています。はい、
以上ご紹介でした。ありがとうございます。若手の頃から積極的に任せてもらえるというのは、もう少し前まではこう終身雇用のイメージありましたけれど、皆さんこう、ね、ライフスタイルいろいろ合わせて、うん、ね、考えていくにあたって一つ魅力かもしれません。そうですよね。やっぱり学生さんとお話ししていても、はい、まあ、この仕事で自分の能力何が身についたんだっけとか、うん、どんな経験積めたんだっけっていったところはたくさんお話しいただいたりもするので、このあたりのご経験も積んでいけるのはすごく魅力的な環境だなと思っております。で、ちょっと私からお伺いさせていただきたいのが、はい、結構車が好きな方であったりだとかは もちろんおすすめなのかなと思ってるんですよ。ただ世界規模でニーズがあって、で安定していて、さらに成長環境もあるとなってくると、まあ、あ、ここを受けたいな、アドビックさんを受けたいなっていう学生さん結構いらっしゃるかなと思うんですね。だけどその時に、あ、自分あんま車とかってちょっと興味ないからどうしようかなっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、このあたり実態いかがですか？そうですね、そこは安心、あの自動車の知識がなくても安心いただいていいかなと思ってます、はい、私自身ですね、そこまで自動車が詳しいというわけではなかったんですけども、はい、我々の会社、あの車に詳しい方たくさんいますので、うん、その方から教わったり、あとはブレーキに関して言いますと、基本から学べるような資料だとかシステム、うん、仕組みがありますので、そこはご安心いただければいいかなというふうに思います。会社に入ってからでしっかり学べるということですね。そうですね。では続いてサイバーエージェントの大久保さん、スライドの説明をお願いします。すいません、すんごいもじもじしいものにしちゃいましたで僕は若手とは言えない年齢ではあるので、我々の会社にいる若手をですね、ご紹介したいなと思ってまして、もうもじもじしいのでちょっと端的にお話しますが、これからご紹介する2人は5年目、とか、まあ、10年目に満たないメンバーなので、彼女は、インターネット広告事業本部という広告の部署で、もう局長というレイヤーで、やってもらっている、メンバーになるんですけど、インターネット広告、広告の領域の中で販売促進というセールスプロモーションの領域があるんですけど、もうそこで、新しい事業をやるということで責任者として抜擢している女性になってまして、もうそこでもメンバーを束ねてすでにこの領域で、やっていくということで活躍してくれている方です。で次に先ほど町田ゼルビアの話しましたけど、8年目で町田ゼルビアの代表をやってます上田武蔵というメンバーをご紹介しますが、もうとにかく今見ていただいている通りで町田ゼルビア1位でやらせていただいてますけれども、このチームクラブチームを日本とかアジアを代表するようなビッグクラブにしていくということを掲げて、入社当時からもうスポーツに何か関わりたいということを本人が言ってましたので、まあ、その中で抜擢につながったという形になりますが、こういった自分がやりたいということを手を挙げてやって、で大きなサイズの、活躍ができているというのが我々の会社のメンバーの特徴かなというふうに思います。はい、私ちょうど今8年目なんですけれども。あ、じゃあ同じですね。8年目で代表取締役任せてもらえるすごい会社ですね。恐ろしいですね、はい。これ実際活躍されている社員さんもお二方ご紹介いただきましたけど、うん、結構キャラクター様々じゃないですか。いや、様々ですね、はい。ただここは共通してるよみたいなポイントってございますか？ですね、我々の会社ももともと結構内定者の頃からこう会社を起こしたりとかするようなことも過去にはやってたんですけど、今は実はそこまでやってなくて、というのはチャレンジのサイズがだんだん大きくなっているので、はい、ただやっぱりみんないろんなところにまず配属されるんですが、そこでちゃんとその環境の中で最大限自分にできる結果にコミットメントできるかっていうのがまず一個特徴あるかなと思ってまして、うん、でそこに加えてプラスアルファでやっぱりそのチャレンジの領域の中で少しでもこうリスクを取りに行けるかっていうのをよく言うんですけど、やっぱりプラスアルファで、まあ、その自分で付加価値を乗っけてこの領域チャレンジしたいというふうに宣言をしてやったりとか、まあ、そういったことができるというのが共通点かなと思います。腹をくくる力みたいなところなんですかね、はい、勉強になりました。では続いて滝貞名古屋の江山さん、お願いいたします。はい、弊社は、繊維の専門商社で、若手も大きなプロジェクトを、まあ、一人で担当して数億円規模のビジネスを早い段階で経験することができます。私の場合は3年目で担当しました。まあ、正直、まあ、そういうぐらいの規模のビジネスを任せる会社にも僕たちびっくりしたんですけども、まあ、自分自身、まあ、プレッシャーもすごく感じてなんとか成功させないとなっていうふうに思っていたんですが、まあ、この繊維の、業界っていうのはどんだけ対策を練っても必ずトラブルが起こってしまうんです。まあ、弊社、例えば弊社の
営業誰しもが経験があるのが納期トラブル、まあ、納期遅れですね、うん、まあ、私の場合はその担当してすぐにそれが発生しちゃったんですけども、まあまあ、イメージですけど、まあ、こういう感じであの解決をまあなんとかこぎつけたんですが、まあ、何が言いたいかというですね、若手でもまあ失敗を恐れない、まあ、極端に言うと失敗してもいいからやってこいっていうのが弊社のまあ方針です。成長できる環境にありながら、まあ、失敗も許されているような会社ですね。まあ、若いうちから活躍したいと考えている方にとっては、まあ、すごい魅力的な会社じゃないのかなと思います。はい、こう背中を押してくれる会社なんだなということがよく分かりましたね。そうですね。であと失敗っていったものをまあ受容してくれる、うん、まあ、そこを評価してくれて、まあ、次の機会をまたさらに与えるみたいなところはやっぱり魅力的なポイントですよね。その他何か気になった点はありましたか？ありがとうございます。この3年目で結構数億円規模みたいなところの案件のお話をお伺いさせていただければと思うんですけど、結構これって滝沢名古屋さんの中で早い方なのか、それとも結構こういった機会ってたくさんあるのかでいくといかがでしょうか？普通だと思います。あ、普通なんですね。早い子だと2年目ぐらいからやってます、ね。どうやってそういったスキルであったり育成っていったものを実現していけるんですか？どういうフォロー体制があるんですか？まあ、正直うちの私も含めて先輩社員もそうなんですけど、まあ、今までそのような形でやってきたっていう、まあ、蓄積した歴史もありますし、はい、まあ、実際百戦錬磨の先輩社員上司なので、うん、結構大船に乗ったつもりでやってこいっていう形で、うん、してます。まあ、もちろん細かいフォローっていうのは、まあ、各チームでしていくんですけども、うんうん、まあ、そこは全然安心していただければと思います。なるほど。歴史と上司の、まあ、ここのダブルパンチで安心感がすごいですね。貴重なお話伺いました。ありがとうございました。ここまで大解剖成長を楽しむ若手のリアルでした。さあ、名残惜しいんですがお時間が近づいてきましたのでエンディングへと移ります。このセッションを視聴して各社のことをもっと知りたい、そしてエントリーをしたいと思った方に皆さんからメッセージを送っていただきます。ではアドビックスの角田さんからお願いします。はい、アドビックスのイベント情報について紹介いたします。アドビックスのサマーインターシップとなってまして、理系学生さんに向けた2週間の職場受け入れ型インターシップになってます。実際にエンジニアの仕事を職場で体験できるプログラムになっておりまして、学生さん一人一人に先輩社員が OJT としてサポートいたします。でまた文系学生さん向けにもワンデーのインターシップだとかのイベントを計画しておりますので、QR コードからマイページにご登録いただいて、インターンシップの情報をご確認いただき、ご参加いただければなと思います。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。では続いてサイバーエージェントの大久保さん、お願いします。はい、皆さん今日はありがとうございました。メッセージということなのでちょっとインターンのお話とかもしたいですが、せっかくなんでやっぱ就活って結構大変だってみんな思うじゃないですか。で今回みたいな形で、会社の説明聞いていただいたりとか興味持っていただいたりとするとするとともに皆さん多分自己分析とかすると思うんですね。でこんなに自分に向き合う機会ってないですよ。多分社会人になった後もちろん中途採用とかで転職される方もいらっしゃると思いますけど、その時って多分向き合わないです、自分にはそんなに、うん、多分仕事には向き合うしこれからの未来には向き合うけど自分の過去とかを振り返って自分がどういう人だとかこう言語化したりとか得意なこと好きなことこんなことを言語化するタイミングってないと思うんですよね。なんでめちゃくちゃ楽しいんでもう本当にこの機会だけだと思っていろんな人と話してで自分のことを裸にしてで本当に生きていく未来っていうのを考えてもらえる機会だと思って頑張って楽しんでもらえるといいなと思います。で一応そこからちょっとつなげるとすると今見ていただいているところから今年僕らコンテンツに結構こだわっていて YouTube 動画めちゃくちゃアップしてるんですけど、まあ、その中でもこう自己分析の仕方とかそういったことについても触れている、あとはグループディスカッションとかいろいろこれからみんながぶつかるであろう壁に対して の回答みたいなものを出しているので良ければぜひ見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では滝沢名古屋の江山さん、お願いいたします。はい、滝沢名古屋では、2026年卒の皆様に、各種オープンカンパニーを開催いたします。就活生の皆様の知りたいに寄り添ったコンテンツを順次、オープンし参加するたびに、理解が深まる仕様になっています。
夏のワンデーでは、滝皿名古屋の商売人の仕事を体験できる、プログラムとなってます。まずは、こちらの QR コードからエントリーしてください。イベントでぜひお会いしましょう。はい、ありがとうございました。さあ小林さん、このセッションを振り返っていかがでしたか？はい、成長を楽しむ若手のリアルというセッションだったかなと思うんですけど、滝里名古屋さんの失敗といったものを恐れないで挑戦していくところ、あとサイバーエージェントさんの中でありました結果にコミットをするという姿勢、そしてアドビックさんの PDC を回していくという、これなんかどこで働くにしてもすごく重要なポイントだと思うんですね。でさらにもっと近いところでいくと、就職活動というものに目を向けたとしてもこの3点って本当に重要だなと思っております。なので失敗を恐れずに結果にコミットしていきながら PDC を回していく、そういったところで就職活動に臨んでいきながら、さまざまな企業さん、ぜひ受けていただければなと思いますし、3社 のインターン、素敵な機会ご紹介いただいているので、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。はい、あと大久保さんも今話していらっしゃいましたけれど、なかなかこう自分と向き合う機会ってないじゃないですか。はい、でこれを楽しむっていう姿勢って大事なんですかね？そうですね、結局僕よく言うんですけど、就職活動って、言っちゃえばネガティブなイメージを持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、どうせやるんだったら楽しくやった方がいいって僕は思うので、そこを楽しく一人だとできないようであれば、企業さんのお力借りるでもいいですし、ワンキャリアもサポートさせていただきますので、なんかお気軽に大人に頼って行っていただければなと思っております。いろいろやってみてその中から選ぶっていうのはいいかもしれません。そうですね、やっぱり OB、OG 訪問とか含めてですね、やっぱ大人たちみんな就活生の仲間だったりとかするので、ここはなんかどうしていいか分かんないよとか動けないようであったら、OB、OG 訪問でもいいですし、ゼミの先輩でもいいですし、ゼミの教授でもいいと思います。いろんな人とコミュニケーションを取っていきながら、少しでも楽しく前に進められたら、なんか気持ちちょっと楽になるのかなと思います。参考にしていただければと思います。では改めまして、3社の皆さん、本日は本当にありがとうございました。それでは次のセッションでまたお会いしましょう。さようなら。